どうも、ラオチンです。さあ、オーチャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は、ボーマンを使っていきます。ボーマンですけども、最強キャラでした。すいません。これは本当に最強だった。ランキングで結構下の方に位置付けしてたんですけども、武器だけをね、装備してたんですよ。ところが、アップデートで追加された、防具、そして、アクセサリー、これをつけることによって、最強になりますね。まず、ハート・オブ・ハートと、晴天の真意か、これを装備することで、完全に無敵になりますし、即死も無効。で、西王の指輪、これで石化も無効化して、さらに攻撃力2倍ですね。で、これを装備できるっていうのが、でかいんですよね。双翼の腕輪か。これで、通常攻撃で叩いとくだけで、勝てるっていう最強のキャラになってます。まあ、とりあえず戦ってみましょう。ちょっとイセリアクイーンと戦うのは時間がかかるので、ドラゴンタイラントと戦います。まず攻撃全く受けません。ゼロだよね。ゼロで異常状態も、隊列によって無効化できるし、即死も石化も食らわない。もう完全に無敵なんですよ。で、敵の難易度はカオスですね。カオスでも全く、問題ありません。で、攻撃も、双翼をつけてるので、わーっと攻撃ができて、もう一瞬で、10万超えるダメージを軽く出すことができます。まあ確かに、スキルのドッキ弾、これそんなにね、強くはないんですけども、これ通常攻撃だけでいい。うん、通常攻撃を取得だけで勝てるので、もうこんなお手軽なキャラクターはいません。これはめちゃくちゃ強い。いや、強すぎる。いやね、この装備は本当にやばいですね。完全に無敵になって、でさらに火力まで確保できてるっていうので、群を抜いてナンバーワンキャラ、ボーマンですね。これは強すぎる。で、ちなみに、装備はファクターつけてません。全然つけてない。なのでもっと強くなれるんですよ。まず武器に攻撃力 20% つけれるでしょ。で、集う星を防具なんかにつけてさらに攻撃力アップできるので、まあ、アタック9000は全然超えますね。9000超えで完全無敵。で、双翼で、ヒット数アップ。うん、めちゃくちゃ強いです。はい、ということで今日はボーマンを使っていきました。コメントで色々と教えてもらった方々、本当にありがとうございます。ボーマンマジで最強ですね。これ以上のキャラはいないかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。